一旦余っている武将たちをこの兵力のある城に振り分けたんで、最悪は宇土城を取り返す部隊は編成できる。あとは鍋島さんだな。この心だし、おまだ発動するか。必ずや果たしてみせよ。一丁の兵糧いっぱいあるから。待機します。手段は選ばぬ、勝つためならな。金助耐えているな。毛利が再編成して攻めてくるかどうか。で次の月で米が入る。ついに持たなかった金助。これでどうなる。防衛ラインは一旦は下げた。黒田官兵衛はこの国境沿いに布陣。あ、一旦包囲も終わったんだ。報告いたします。先月の進士です。ご命令を。じゃあ黒田とか、あとはこの辺かな。かしこまりました。この辺は講和を結んでおきたい。で皇軍の武道ね、ちょっと置いておこう。講和を結んでおけば、多分ね、動くことってできないですよね。あ、で編成してくる。集結5700。よし、和議は結べた。和議を結べたならば、宇土に進めるか、それとも毛利、黒田の増援が来るのか。じゃあこっちは宇土に行こう。進みます。で別部隊9100。二軍団編成されたならば、岡城も一戦ぐらいしか耐えられない。だって黒田の援軍を連れていますからね。いやでも再編成か。先月の終始です。表情を始めようか。じゃあ次は対名で軍事。ちょっとまんべんなく行くとして、こんなものか。これで表情はしまいだ。でまたいろいろ取れる。あ、こういうのもいいね。でも結局軍事使い切ったからな、もう対面は出せないという。ゲチよ。どうだろう、軍事消費しないもので言ったら、あ、全部使うのね。さすがそこは島津家。8100で果たして迎撃できるかどうか。黒田の援軍もいる。まあ現在停戦状態とはいえ、援軍を引き連れることはできるか。でも落とした。拍子抜けだな。ふう、分断はできた。お、でまた志アンロック。なんか後ろ向きだな。いざ参らん。こっからだ、こっからだ。これでここの毛利家は分断はできていないんだよな。結局こうやって通ってくるんですよね。9100。面々どうだったっけ。そんなに強くはないんだよな。破れる可能性もあるし、かといって相手は全力ではないんだよな。再編成させて攻め込むのも手か。騎乗。
これで毛利さんは帰ってくれるかな。あ、また集結している。今度は旧部隊に変えた。ちょいちょい食らってないかな。どうだ、岡城を取ってくるか。で、照本さんガチャーンってなったのはいいんだが、こっからどう動く。報告いたします。あ、また発生した。乱世のたしなみ。いや、内容とかはね今回やらないんだ。下地よ、ひとまずはこうなっているんですよね。で、停戦している状態を逆手にとって、まあ直接的に黒田と鍋島が攻め込まれないうちにこっちは毛利を削りたいんですよね。で、武将も帰ってきているんで、これでじゃあ行軍させるとして、臼杵ね、9200、それは少ないな。かき集めて、あ、でも1万、いやでもな、こうすると米が持たないんだよな。もうちょい待ってみるか。対面の期間ももうあとは足軽清廉のみ。森さんこうしていることによって兵糧減っていくんですよ。で、有馬が部隊を集結。まあ、せっかく取った城だからな、黙って落とされるのもあれか。報告いたします。ご命令は。お、有馬さんやってきた。まあもちろん全部隊。じゃあ指揮は取りますか。こっちは手負いの部隊ですからね、いくら兵力差で上回っていてもだいぶ厳しい部隊もいるんですよね。じゃあ作戦についてはどうしよう。やっぱり楽なのは釣りのぶせだ。で、厳しい部隊は使えないからな。できれば兵力の高いこの辺をのぶせ隊にして、釣り隊にしておいて、お兄ちゃんは無理できない。じゃあこの辺にあれだな、釣り隊はこうして、で、のぶせ隊をこうしよう。で、あとは罠、そこはもう渦見火をこう置いて、鉄砲水とかもこの辺ではできるんだ。できるんだったら交代させてもいいか。で、軍施設で攻撃力を上昇。よし、じゃあこれでいきましょう。だからこっちはこの川のこっち側で戦う。ゲチで、この辺の部隊は交代。覚悟せよ。ご命令を。覚悟せよ。命令始めよ。命令してくれ。ゲチよ、覚悟せよ。ご命令を。覚悟せよ。で、この辺の無理はできない部隊も下がらせないといけない。ドラ壊されるかな。ゲチよ、恐れるな。覚悟せよ。
後に続け。グラフィックは変わっても、なんだろう、声のあれが変わらないのはな。敵の居所知れました。完全間抜けてくる。あ、伊藤万所くんかな。万所くん来ないな。まずはここで大村さんがハマる。ご命令を。始めるぞ。もうちょい交代。始めよう。敵の居所知れました。万所くん突っ込んでくるね。やりたい。前へ。このままでは。万所くん。このままでは。知事はミゲルもいる。じゃあもう釣りのぶせは発動。名を始めよう。ゲチよ。でここのドラは捨ておくか。みんな進むな。旦那さんをこう向ける。命令してくれ。命令してくれ。始めるぜ。ゲチよ。覚悟せよ。で一時離脱。さあ、マンショ君が食いついた。知れました。で、有馬と大村。前へ。ゲチよ。さあ、行こうぜ。ゲチよ。で、こっちは大将。ご命令ください。始めるぞ。ご命令を。先方についてはまだだが。ユフさんをちょっとこらえてもらわないといけないからな。いや、置いておこう。お、おとり挑発。万所くん。やりたい。前へ。やりたい。前へ。けど万所くん持たないよね。いや、あのね、もう万所くんいないんだ。ね、じゃあパワーアップしたところでこう攻めよう。ユフさんも攻撃に加えたいからスキルは発動させる。踏みつぶしてやるぜ。そうだ、踏みつぶしてやるぜ。ゲチよ。ゲチよ。ゲチよ。覚悟しろ。ねえ。覚悟せよ。でもこんなものかな。我が覚悟。お見せしよう。辻はミゲルは作詞。叩きつぶせ。で、有馬隊と山田隊が交戦。大村隊は敗れる。ゲチを始めよう。いいね、釣りのぶせはなんかこう使い勝手がいいっていうか、確かに2部隊減ってしまうが、結局は一旦耐えれば攻撃力が上昇した状態で来るんですよね。ゲチ覚悟せよ。足軽隊前へ。やりたい。前へ。今はこれで有馬を攻めたところで鍋島さんとか援軍に来るかな。そこだけがちょっと心配。覚悟せよ。地平とか吸収とかか。ご命令よ。覚悟は良いか。まあ、あとはこの辺の部隊で包囲すればいいでしょう。やりたい。前へ。さあ、ダメージはどんどん増える。まあ、スキルについてはいいか。まさか我らが。やりたい。前へ。あとは5000ちょい。この志決して砕けはしない。で、破って宇土城。照本さん、そうしていることでどんどん兵糧を消費するし、なんか勢力も減っているしな。立ち退きを上げよう。片付けない。で、宇土城は取り返した。あ、やっぱり鍋島さん来るんだ。鍋ちゃん来るんだったらもうこっちは騎乗。いや、有馬をとどめさすならばいいんだがな。こうやって、多分ね、連合を組んだことで、なんかこう、
援軍要請するぐらいのなんかポイントとかあるんだろうな。結局みんな引いたんですよ。毛利さん、あ、引いた。じゃあ交渉で、こわ。かしこまった。まあまあ家臣殺されたもんな。報告いたします。これで城の数で言えば、まあプラマイゼロ。多様な策はいかがでしょう。城下の収入が増える。次も多分戦があって対面使わないといけないもんな。これで表情はしまいだ。あ、遠いね。このギルド商人優遇、舞台の司会、結局軍事ゼロだもんな。ゲチよ、これで行軍したとしてどうなるかな。でも月でマイナス1万でしょ。そうなってくると我々多分もう戦できないんですよね。だったらもうまた交渉して講和するしかないか。承知いたしました。これで一旦戦は落ち着くんで、そこで果たしてまあ秋まで放置させてくれるかどうか。よし、じゃあ今回はこの辺にしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。